こんにちは、花声です。今日も花声の配信動画見てくれてありがとうございます。今日はスーパーの冷凍コーナーで全品 50% オフという冷凍食品なのに熱いイベントをやっていましたので、いくつか買ってきました。ちょっと買っちゃったのよ、びっくりして。いくつかさ、 450g も入った鶏ごぼうご飯なんですけれども、そもそも500円のものが250円になってました。オーマイプレミアムの舞茸と茄子の香味醤油、なんかナンバーワンって書いてありますね。これがそもそも390円のものが195円、さらにこちらもオーマイプレミアムの海の幸のペスカトーレ、これも390円が195円で、もう一個もちろん買ってしまいましたのが唐揚げ系なんですけれども、これ前から気になってました、日霊さんの唐揚げタレ漬けというすごいもう表面の感じ、これが僕よく見かけるんですけども、なんか500円くらいして多分買ってなかったと思うんですけども、640円が320円になってました。ただそもそもがね、高いのよ。定価が、今回買ったこれは定価からの半額っていう感じで、だから320円でも実はそんなに安くないイメージを僕持っちゃいますけれども、それでも普通のお店で買うよりは多分だいぶ安いってことなんでしょうね。今日は買ってきたものの中でちょっとね、まあやっぱりこれは食べたことなかったから絶対食べたいよね。でこれを食べつつなんかしていきたいと思います。何するんでしょうね。ではスーッと切っていきまして、初お目見えですよ。個人的にはこれ多分絶対美味しいと思うんだよな。あー、もう今分かった。こうした時にちょっと煮ちゃって、一個大きいね。嬉しい。ラップもかけなくていいんだって、これは嬉しいね。1分50秒。そんで唐揚げと一緒に食べるご飯として、あ、これもちょっと行きたいのよ。鶏ごぼうご飯もちょっと行きつつ、でも冷凍しておけるからちょっとだけ行きつつ、このパスタどっちかがっつり行きたいっていう気持ちが今ありますから、どっち食べようかなっていうことでございまして、もう見ない、でもう見ないよ、ハイジー見ない、はい、見ないハイジーだよ、見ないハイジーで何が起こったかもう分かりません。さあどっちだ、さあどっちだ、どっちだ、どっちだ、さあどっちだ、では決まった。こっち唐揚げが出てきましたが、やっぱり表面のタレ漬けられ感いいよね。鶏ごぼうご飯もほんとちょっとでいいのよね。ちょっと食べておきたい。一応さ、唐揚げ2個と一緒に食べるくらいのご飯ということで、あ、ゴロゴロ具材がすごいいいね、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 この感じ。多分1分ちょっとくらいでいいよね。この間にこっちも開けておきましょう。はい、プレミアムですからね、相当僕も期待しておりますが、あとはもうレンジで4分50秒温めるだけで、ここを持てば加熱後も熱くなくこうやって持ち運べるんですって。いや、この発明、容器の発明も素晴らしいよね。で、発明といえば僕この前さ、4分50秒ね。これ意外と長いんだね。では先にこれと唐揚げから食べていきましょうよ。はい、ペロンと、はい、いただきまーす。まずはもうこの大ぶりの唐揚げいっちゃいましょう。大きいもんね。うん、うん、うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うん、びっくりするぐらい美味しい。ちょっと酸味のある感じの甘酸っぱいタレに使ってもっと柔らかくなってる感じだ。あんまりにも感動的にうますぎて、このごぼうの風味が漂ってくるご飯と合わせていいのか分かんなくなって、一回もうステイしました。これはこれでも美味しいんでしょうけども、うん、優しい、美味しいね、唐揚げの後に食べると。うん、あとスプーンだね。全然熱くない、本当にすごいわこれ。プレミアムのオーマイパスタのやつなんですけれども、こうなって、まあ舞茸と茄子もちゃんと大きいの入ってるよね。でベーコンとほうれん草のパスタ、舞茸をはじめ具材もそこそこ最初からもう絡ませて、うん、うん、これは美味しい。この容器の底にこれがまた美味しいのよ。これがなんかだし醤油的な醤油ベースの美味しいやつっていう感じで、この具材の風味もふんだんに飛び込んでくるような美味しいパスタでした。いいね。でパスタの色にごまかされがちかもしれませんが、ちゃんとしっかりした味付いてます。うん、
で、ゴロゴロ。相当美味しい。おナスが噛んだら、じゅわっと出てくるくらいのことを感じられるくらい大きいの。おナスがパスタと一緒に食べるもんじゃないんじゃないかっていう気がしてきましたが、これ本当は唐揚げベースで考えてたからご飯ということだったんですけれども、はい。一応こちらも行ってみましょう。もっとね。味付けに関してはやっぱりこれが一番自然で、食材そもそもの味の調和、風味を一番楽しめるのはもしかしたらこれかもしれない。もう少ないのにアップしちゃってごめんなさいなんですけれども。そんでパスタに戻ってくると。はーい。そして、最後、鶏。美味しかったからね。はい。ごちそうさまでした。そんなわけで今回は初めて食べてみる冷凍食品だったんですけれども、やっぱりね、半額でお安く食べられてるっていうのがあると、その嬉しさで余計美味しく感じるっていうのもあるし、一回で全部食べずに取っておけるっていうのも冷凍の良さだったりしますしね、っていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、マサさんからのコメント、ハイジさん、この前ラクダに乗せていただきありがとうございましたって、そんなサービスしてないよ。